皆さんどうも、リーダリホーいくよータイムです。今日はですね、なんとこれをやりたいと思います。リーダリホーが大好きな食べ物、キキブリトー。実は私あんまり知られて、怖そうにしか知られてない、実はブリトーが大好きでして、まあ、よく食べるのはセブンイレブンさんのブリトーを食べるんですけれども、もうかれこれ中高ぐらいからずっと買い食いをしているので、飯田里穂の約本当に6割はブリトーでできていると言っても過言ではありません。はいそんな、大好きブリトーをですね、今日はコンビニのブリトーを買ってきてくださったということで、どこのコンビニのブリトーなのかを当てるということですね。はい、みんなブリトー食べたことある？すっごい美味しいんだから、コンビニのブリトー本当に美味しいんですよ。味もいっぱいあるしね、あとお手軽、そして片手で食べれる、だからもうなんか誰にもバレずにも食べれるわけですよ。早く食べるって感じですよね、ブリトー冷めるよね。あとブリトーの思い出について60分ぐらい食べましょうか。セブンさんのはよく食べるので、もう手こっち向いちゃってますけどじゃあ味も当てますよ、せっかくなんで。じゃあいただきたいと思います。ではキキブリトースタート。じゃあまずこれから。私ね、すごい得意ですよ、ここを剥がしながらめっちゃ綺麗に食べるの。お家だったらね、ここについたこれもね全部食べるじゃあいただきます。あ、いい匂い。おいしいね。セブンさんのはもう答え言ってますけど、セブンさんのは皮が薄めなんです。あの中身の具材とかがすごい、ソースとかたっぷり入ってるので、こういう感じで皮を突き破るんですね、大体ソースが。でも私はその感じがすごい好きで、セブンさんのがよく食べるんですけど、じゃあこれいってみようかな。私分かるんだよな、多分分かる。はい、見て、折りたたまれてる、クレープみたいになってますね、二分割。じゃあいただきます。いい匂い。全然違う。あ、なんかパンっぽいかも。生地がちょっとパンに近くてふわふわしてます。何味だこれ。ミートソース系だね。こっちもトマトソースみたいな、多分同じようなトマトソースとかミートソース系だと思うんですけど、すんごいトマト感じる。これ何味なの、トマトソース的な。なるほど、なんかパンっぽい。じゃあ最後、なんだろう、これは両端から包まれてる、なんかこうハグされてるような感じに包まれております。ではいただきます。あ、またなんか匂い違う。何かがシャキシャキ言ってる、玉ねぎかな。すごい新しい皮がね、これはもちもちじゃん、で甘くてみたいな、これ薄め、これはね、あのね、これをなんて言ったっけ、これは皮と中身の具のバランスは一番こう中和されてる、なんか真ん中な感じかもしれない。チーズもいっぱい入ってる。え、全然違う、面白い。あ、面白いね。皮の味がなんか本場っぽい感じ、行ったことないんですけど、食べました。今回も当てますよ私、だって大好きな食べ物だし、好きで食べてるんだもん。いきたいと思います。これがセブンイレブンさん、問題はこの2つよね確かね。なんかその前ファミリーマートさんで買っ、そうだ、どこのコンビニかも私分かってないんだった。そうじゃん、それ忘れてた。どこの3
晩酌聞いてないわ。やばいな。ファミリーマートさんで食べた時のブリトーの覚えは、パンというか皮の方が主役でふわふわしてたっていう印象がすごいあるんですよ、ファミリーマートさんの。それの印象から辿っていくと、多分これがファミリーマートさんなのね。二つ折りだった気がするし、パンが主役のイメージだった。これがファミリーマートさん。ってなると、待ってよ、この近所にあるコンビニをちょっと考えて、これがローソンさんだな。ローソンさんはもしかしたら今日初めて食べたかもしれないんだけど、食べた時にローソンのブランドを背負ってるっていう意気込みを感じました。1番目がセブンさん、セブンイレブンさん。2番目がファミリーマートさん。3番目がローソンさん。いいだば。これで答えを出したいと思います。間違ってない、絶対絶対合ってる、自信ある。ちゃんと今日も当たってたらご褒美くださいね、よろしくお願いしますね。メキシコの料理ですよね。じゃあなんか昆布サラダご褒美にください。では正解発表したいと思います。この皿の裏に答えが書かれているということで、ではまずこの1番目から、一番最初はセブンイレブンさんのミートトマトソース。じゃん、あ、セブン、めっちゃ細い字で書いてある。ハンハンみたいになっちゃってますよ。セブンですね。やったー、正解、イエーイ。じゃあ2番目、私はファミリーマートさんのミートトマトソース、チーズ増量中チーズ増量中いきたいと思います。じゃん、ファミマ、イエーイ。ってことはローソンさんでありますように、いきますよ。ローソンさんの、トマトソーススチリア風、サルゼリアのメニューですね、多分。ではいきます。じゃん、ローソンさん、やったー、やったやった、ビキブリトーできましたよ。すごくないですか。いや、それぐらい大好きなんですよ、本当に。ブリトーが好きなので、キキブリトーができちゃうということで正解しました。やったー。味は、味どうですか。味はセブンイレブンさんがブリトー2種チーズのマルゲリータ。全然違う。あるある、それあるある、よく食べる。ファミリーマートさんが完熟トマトのマルゲリータ。わあ、マルゲリータなんだ。トマトソースって言ったな。ローソンさんがシチリア風濃い、シチリア風濃い、マルゲリータ。なんだよ、それがマルゲリータなんかい。全部マルゲリータだったんだ。なんだ、なるほどね。じゃあさ、ブリトーだけどさ、ちょっとマルゲリータが入るってことはさ、ちょっとイタリアとなんかこうメキシコみたいなのが混ざってるんだね。なんか日本のコンビニでいういわゆるブリトーっていうのはさ。でも他にも本当に味がいっぱいあって、ハムチーズとか、そのチーズが2倍増量中とかいうやつもよく食べるし、あのナチョスみたいにソーセージが入ってちょっとピリ辛のもあったりするし、他にもいろんな味が楽しめるブリトーになってるので、いや今回も当たっちゃいました。キキ〇〇第2弾目ということだったんですけど、ちょっとこの先もやってって全問完全正解を目指していきたいと思います。ずっとね、はい、間違えないようにやっていきたいと思いますので、こうご期待ということでよろしくお願いします。みんなもブリトー食べてみてね。ありがとうございます。